హలో గేమర్స్, వెల్కమ్ టు అన్లాక్ గేమ్ మోడ్. మనం ఇప్పుడు యకుజా 6 కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. లెట్స్ స్టార్ట్. ఓకే, Chapter 3 ఫారెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. Chapter 3 స్టార్ట్ అయింది. మనోడు హిరోషిమాకి బయలుదేరాడు. జింగైచో ఒనిమాచి హిరోషిమ. బాగుంది. బ్యాగ్ పట్టుకుని ఫోటో పట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు. గ్యాదర్ ఇన్ఫో అంట. ఓకే, ఇలా వెళ్ళడానికి అవుతుంది. బాగుంది. ఈ విలేజ్ అంతా కొత్తగా ఉంది, బాగా డిజైన్ చేశారు. యో, సైడ్ జరుగు, నేనే సైడ్ ఇస్తూ ఉంటే. స్ట్రైట్ వెళ్ళి లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి. ఓకే, వచ్చేసాము. ఓహో, ఓకే. ముందు మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రోయే ఈవిడ బార్లో ఉన్నాము. అప్పుడు ఫైట్ అయింది కదా, ఇంకోటి ఎవరితోనూ. మన కిరియు తాత అవుతాడు. భలే ఉందిలే. ఓకే, ఇంకా వీడితోనే గొడవ అయింది. వీడు ఆల్రెడీ లోపలే ఉన్నాడు. కోరుండి గెలుచుకున్నాడు అన్నమాట వీడు. నగుమో శివోషి. టోక్యో కడద. టోక్యో నుంచి వచ్చానంటున్నాడు. టోక్యో ముంగ కొన్నైన కని నన్ను యూజ కంకోని వా మియెన్ను. ఓకేక్సన్, యుకత్తరా కొనో నక ని అకచాన్ నికసతే. చోడో ఇని సరిపోయింది, కరెక్ట్ గా వాడి సైజ్ లోనే ఉన్నది. దో కినిట్ట కవాయి నే. సుమనై నా మామా. ఇహి నో ఇ నో కొన్న కవాయి ఓకేక్సన్. ఓహో, మామా అన్నాడు. సో నేను మామా అంటే పేరేమో అనుకున్నాను, పేరు కాదనమాట అయితే. సో వీళ్ళు లేడీస్ ని మామా అని పిలుస్తున్నారు. నేనైతే న్యూ సెరీనా బార్ లో ఉంటుంది కదా, ఆ అమ్మాయి పేరేమో మామా అనుకున్నాను నేను. ఓకే, రాంగ్.
南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない。お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。うんうん、ウィラクストラリアスなる。おう、東京も名前は桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほらもう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって。何見とるんじゃ。レイ、酔って肩着に喧嘩うのか。大したヤクザ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ、美人のママと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか。いいだだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。まっとうりしたな。アップノーマルアイパタル。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。この辺りでいいじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊りが悪いんじゃ。死ねー。ねえ、くんでら。ヒロセファミリーやんたわれ。Okay, no. Money.
okay, okay. నీకి ఇటుకతోనే అమ్మో. ఓకేరా అది なんじゃと、うん、このわしが気が済んだか、うん、踊りゃ何もんじゃいいから酔いを覚ますんだな。そんなに言ってやチェンナピロードコーダーコーティカルドランインのタギソンノガダイヤダワーンナデ待てやくらわしは広瀬一家の頭じゃ今度会ったら広瀬ファミリーアンタビデさっさと東京にいねえおGo to Kiyomi's bar. Okay. Okay. Idan mata. Padukunnadu vidu. Ah, okyak-san. Daijoubu datta no? ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわさあ、それじゃ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん。ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで、誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああちょっと訳ありてな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。いぶで TVA ちょうだんて。サリペン。ごちそうさん。感情。今夜はいいです。かわいい赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。うん、これから探す。でもこの時間だと、もう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。うん、ちょっと不便じゃないかな。わかった。ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。おう、OK。あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら、遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし？もしもし？こんばんは。ごめん、飯野くん。水軍アパートなんだけど、少しの間、うちのお客さん泊めてもらっていいかな？アパートメントあるのだ。レンティコンダンガンマタ。さっき電話したの、
飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理に飯野あんた、もうずっと部屋が空いてるからしばらく泊まっていってもいいって。オッケー。すまないな。助かる。Thank you for you。しないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな。ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていたところね。わ、okay. かった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらう。お待ちしてます。Go to the Navy apartments. シートあんた。ノヴァオレ？キヨさんか。キヨちゃんに頼まれた。おお、オッケーオッケー。スナックキヨミのママ。うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ、キリュウだ。この子はハルト。ビデルームジューベッダンゴッチャダンマタ。イノガル。何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ？取り入った？はよついてこいや。アパートはこっちじゃ。俺はあんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。しゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。私とナグモとでキヨちゃんを取り落とった。そのキヨちゃんは私らの人を尽くして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃあナグモンバガタリア極道なんぞなりよって、ガキンコラわしにどつき回されとったんで。大して強なかったくせに生きがるよって。結果だよ。あんたキヨちゃんに優しゅうされたちゅうてえきな。で、へい、めめん、来年やっれだ、キヨちゃんき。よう覚えとけ。オッケー、でな。パイナケンだ。オッケー、ケンだね。おれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てに、たくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。オーケー。そいつらが水軍中って名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがな。おお、悪いな。バカだれも陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭ちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。何しに来たか知らんがの。ここはよそもんが長居する町じゃないと。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。あんた礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。ウィルジュデラジュースなら。しばらくはここが俺らの家だぞ。
Mm-hmm. Varukunena. Mm-hmm. See, ka the view bound in it. Oh. Shonben ka? Yo, shimatta. Mm-hmm. సరిపోయింది డైపర్ పెట్టాడు ఇప్పుడే. చూసారో సుగు సును కరా ఒట్టు సో నందు మో ఒనజి దేవ కువనే హరగా హెత్తురు నుక నేనమ్మ పాలైపోయాంట ఇప్పుడు ఎలాగా సరిపోయింది పాల్కొనమంటున్నాడు そろそろ家に帰って寝るか。なんじゃ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。この子が腹を。ん？そらこの時間はどこの店も開いとりゃせん。はよ家に帰って寝したりや。そうか。でなま、ウィルでくれれど。よーしよーし。カムハルトンだ。オッケー。ఏం చేయాలి రేపు భలే ఉందిరా అమ్మయ్య ఈ కుద ఓకే మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఈ పాల్ ప్యాకెట్ ఉందా కొనతడితే కొనమిరు కొత్తరు మిసెవు శిరనేక నంజా ఒస్సా కొనుకుగ హర ఒసుకస్తే కొమత్తరుందా కొన్న ఇకత్సు ఒస్సాన్ గా ఇకుజి స్టరుంకా さて女に逃げられたんじゃろおっさん知らなければいいまあ頑張ってマトルジェプラーアンティチャップグンダーソーチェプナルこの辺りで粉ミルクを売ってる店を知りませんか確かどこかの店に売っとったのいつじゃったかのわしが何か買うたついでに気がついたんじゃなああすまん忘れてしもったでも確かにこの近くに売っとるはずじゃコメディ大丈夫じゃけ今度の週末コーチーちゃん変な男作っとらんじゃろうな今度会えるの楽しみにしとるわんこの辺りで今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよほんで、ミルクを売ってる店し…ちーちゃん知っとんのちーちゃんが薬局行ってみ…セリペン、ファーマシーラーはどこまで…粉ミルク売っとるってよそうか、薬局だなありがとうさすがちーちゃん、よう知っとるファーマシーやからおお、もうすんですまない誰かいないかあげてくれ
こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますね。おりお前ウィルデグライペンなんだ。なら他に売ってる店は。この辺にはないの。まいったな。どうすりゃいいんだ。あんたどっから金さった。いや悪いなばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい。手に入らねえか。そうじゃねえ。いいのならなんとかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか。水軍アパート一人か。あの鼻垂れじゃったらなんとかするじゃろ。そういうのがでヘルプチェイガルなんだ。今どこにいるかわかるか。知らんの。おお、まんねぐるフォンナンバーごだれで。キヨミでぐるがだわんなれ。オッケー。あれ、キリュウさん、イーノ君のアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまたイーノに連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない。店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな。ハルト、キリュウさん、イーノ君からの伝言、この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいい。オッケー、バーバルでグリカルマックなる。このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど、今ちょっと手が離せなくて。うん、エンバルレド。いや、いいんだ。わかった、少し探してみる。いっぱくらい。オッケー、おちせも。ウィデイですとね、おなれ。すまない、ちょっといいか。何か？あ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなんあんた、そがなとこでやめてや。おお、やだわ、いくらポーチャスなら俺はいる。でかい声出すなや、ブサイクが。やかましいんじゃ。お、邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれや。人んちの前でなんすんよ。早あっち行きんさいや。くっそー、わちがかね。すまない、この子を少しだ。ウィール組んでくれ。な、ちょっと。おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら、やるんか。黙れ、消えろと言ってるんだ。はい、ペラベル。それが喧嘩売っとるっちゅんじゃ。上等じゃ。踊れだ。撃ち殺しちゃるぞ。踊れ。もうなんなんよあんたら、人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない。実はこの店に赤ん坊がいるって聞いて、ミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。分かった。
った。ええよ。ちょっと待っとって。ふん。まあいいや。ファイナルドルケンラバブ。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ。ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みてわかったよ。ありがとう。とにかく助かった。ええけ、早く帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ。ఓకే అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఒరే ఇంకేడవకరా అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోదాము. ほら、横揺らしたぞ。高い高いをしてほしいらしい。ほら、高い高い。なでなでしてほしいのか。よしよし。高い高いをしてほしい。それ。高い。それ。よしよし。あんまや。その調子だ。రూమ్ కొచ్చేమో. హర్తో ఓరా మిల్క్ దజో మాటస్తే వర్గత్తనా దేంటి వీడు తాగట్లేదు. ఓయ్ నందా మిల్క్ గా హోస్కత్తన్ జనే ను ఎవర్ ఓహో కియోమి スナック清美の。ああ空いてる。入ってくれ。ああやっぱりちょっといい。え、お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。うん。眠いのね。眠い。こういう時は、優しく抱っこして、しばらく待つしかないかな。それだけか。うん。サリペンデ、レイエンタティッペオラ。あんまいや、パルコンベル。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。
あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろお店に戻らなきゃ。うんうん。 OK。 おやすみなさい。今日はゆっくり休んで、うん、明日またハルト君のパパを探すんでしょ。ああ、そうだな。それじゃ。 Thank you, Kiyomi。 Gather info。సరే మనం స్టాట్స్ కూడా చూద్దాము. ఓకే, లెట్స్ గో. వాళ్ళతో ఎందుకురా బాబు ఇప్పుడు. సో ఇలా వెళ్ళచ్చు అన్నమాట. ఎవర్రా వీడు, కొడియమ్మ మళ్ళీ నగు మొగాడే. నాని కాయో కా సుమేతై నో మో శిరన్ నగ జ నై జరుగా. ఓ కొండో వ కొబున్ జరే కా నన్ ద ఒరు మెను కతకి ని సురు హొట్టోయితే కురే నే కా. నర హయో టోక్యో ని కైతర దోజే. ఆ కశిరా సోయిత్సు వ దరు నన్ దెసు. మత్సుంగా టాకాకి. యో కీతే కురేతను కోయిత్సు అన టోక్యో కర కితా యోసో మొన్జే మితే మి నికుత్తర షిత్సురా జరు. అనో కాశిరా మో సోరో సోరో జికాన్ నన్ స్కేదో హాయకు ఇకనే తో మాతా బూబు మొంకు యువరేమాసు యో. యూటా యూటా ఉసామి బగదరి. おい、ユタ、踊れ、頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつも聞いてねえみたいですけど、ほら。あのクソゲタが。今度にしましょう、ね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。たく。面倒なのに関わっちまったな。いや、でかだ。あ、噂をすればってやつだ。うん、ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。オッケー。ちょっと頼みがあって。俺にか。なんだ。桐生さん、野球できます？うん。まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね。急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには夢から。セルペンにプロマンベースボールあるたまんま。ごめんなさい。なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか。うん。球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、
先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？オッケー。ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。ロープウェイステーションなんだ。Okay, I'll help watch. Kiri-san. Otsun. ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ、探さないといけないのにね。邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら、帰ってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど、なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。おお、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しよったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かった。ベースボールらせっせる。あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんならキヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがーにこいつの肩持つことないんじゃないの？イーノ君には関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでえわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？俺、ウィーラー。面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に攻めましたな。イタオン、インタチェンナデンタ。プリティサーリー、ウィーネカルスナーナル。なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん。わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど、わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思うや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。ああ、今日の試合は荒れそうじゃの。セルペンネ、あんた前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それよりあいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは敵じゃけ。それにな、ナグモもあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでえど。オッケー。オッケー。おお、サリペンで。
野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。おお、ヴィランダルケジャラルタグレイ。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。おう、なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう、踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あのキリュウっておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし。ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫キリュウさん。ナグモが狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？なんで？ようやく本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ、腐れけどが。死ねよ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。おー、ディアマンク、ダイレクトファイト。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。ついてこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩だら。ジンガイタンダル。बैठे थे बॉल तो आई पड़ी है। ओके ఇద్దరుగలకు కొట్టారా? ఓ డిఎమ్మ, ఆహా. ఓకే. Let's go.
పవర్ తెచ్చుకుంటా. ఓకే అమ్మ, వీళ్ళు గట్టి కొడుతున్నారు. వీళ్ళు గట్టిగానే కొట్టారు. వీడు నవ్వుతున్నాడు. సరిపోయింది. お疲れさん、後で合流するわ。悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、エンジャキリュウさんのせいじゃないですけど。じゃけどあんた、腕っぷしじゃの。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカタレにゃ、薬になったじゃろ。そうそう、悪いのは南雲くん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわ。キヨちゃん、南雲にはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところで飯野くん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。うん、そうか、わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃなる。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや。キリュウさん、もうあんたはわしらの仲間じゃ。オッケー。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、それわかってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手掛かり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当に遥がこの町にいたのかも怪しくなって。え、ここはそんなに広い町じゃない。その割に遥の顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうならハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。でな、ま、キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。
一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにごちそうする。そんな気いいから、ハルト君のお世話もしたいし。わかった、じゃあまた後で。オッケー。Go to Kiyomi's bar. Okay, pada. Food goda tindamu. Irashai. ありがとうございました。देखो तो, या क्यों चाह? इराश्चे, तो जो? वीड का बास्केट है। なあママ。はい。この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらうよ。ごちそうするって言ったんだから恥かかせないで。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店はずっと一人でやってるのか。まあそうかな。それよりまずは乾杯ね。まんちゃんめ。おほ、いでまなファーストイントロ。いっぷりわるたるティースクのスタルゲで。ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。なんで、いでまなイントロ。いい加減にしやがれ。なって、コティシンタワータンマティディ。もう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを渡れ。
お前と違って俺は忙しい。おう、ナグモ、探しとったで。おう、ビデオだよ。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？おう。邪魔するで。なんなんです？わしゃ、マスズエグ。マスズエ、ファミリーアンタ。ナグモの面倒を見とりますがの。わしは組長のマスゾエいうもんですが。コジマスゾエ。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、コミット話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。ねえねんでけらあら。あっで、わっだいらくせえも。帰れ言うとるんじゃ。ミニマムだバトル。あんたに指図される覚えはね。俺はただの客だ。気にしないで続けてくれ。ほう。じゃったらかまんが。あとで吠えづらかかんこっちや。うん。キヨちゃん、すまん。え？え？なるほどの。評判通りの美人ママじゃ。我がこの店で見かじめ取らんのもうなずけるの、ナグモ。じゃが、広瀬一家からうちへの上納金が遅れとるんはどういうわけじゃ。マスゼノエブン。わしゃの、陽明連合会直系に名を連ねる。マスゾエ組を背負って。見る陽明アリエンスはあれこれ。踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金催促すらいかんのか。踊れらがきっちり見かじめとらんけ。金が遅れとるんじゃろうが。上納金は今うちの親父が伏せてますけ。もうちと待ってつかさい。そう、ビルアップになってんなる。あんどこマネーを待ってなる。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。うれい。パーパン。みかじめなら払えますよ。ママ。いいの。よその人は構わないで。この町の問題なんだから。うん。ウィルティースコットル。エンジャー、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったら、わしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、ナグモ。踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、マスオエの親分。わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。へえ、そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。へい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。ほんますまんな、キヨちゃん。ナグモ、早く来いや。我はこれから男を見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。バイヤバイラッタランコンダ。アディ。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。うん。
ఫైండ్ నగుమో వీడిని కనుక్కోలే さっきからユニフォーム着た男が走り回っとる。なんじゃ？これからナイターでもやるんかの？オッケー。インカウンカンコレ。よー、ナグモガンジュースは？さっきバリオ勢のヤクザが広瀬一家の前におったんよ。あんたもあそこには近づかん方がええよ。えらい形相でイノさんが走っとったな。広瀬一家が何かやらかしたんじゃろうか。おお、いいのがる。あ、キリさん。いいのさんか。南雲を見なかったか。もう見たで。そのことじゃ。おお、いいね。さっき南雲がヤクザどもに引きずられちょっての。わしも今広瀬一家に助け呼びに行くとこなんじゃ。あのバカだれ、弱いのにヤクザなんとなるけ小柄なことになるんじゃ。どの辺で見た？どこへ向かってた？丘の上に向かっとるようじゃった。あ、じゃけどキリュウさんはいかんで、ナグモのことは広瀬一家に任せるんじゃ。ええの？そこまで待ってる余裕は。のらあがりが。いくらあんたが強い言うても、これ以上ヤクザに首突っ込んだらいけん。相手はナグモより格上の極道じゃ。しかも四五人はおったんで。分かっ、中止くんだもん。それより丘の上ってのはロープウェイで登った先じゃ。ロープウェイベペ。夜はもう動いとらんけ。この時間じゃったら歩いて山道を上がっていくしかないで。ってことはつまり山の上を目指せばいいってことか。オッケー。わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。ふん。見てください。Go to the top of the hill. Okay. Looks like I need to walk. So, it is, huh? Ila ekkal anukunta. Music kuda bale undi. うん、どれ？そうです、トラフルです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ほほ、あ、ここ私の実家があるんですよ。セルペンレイなっぱぬんだらえるてなの。物騒になりました。まあカムロ町ほどじゃないですけどね。ところで尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでも SNS を開設したんですよ。こちらでもキリューさんに SNS の投稿が届くようになります。もしそれじゃお願いします。オッケー、バイ。クヒダ、のどかさや小山続きに塔二つ、オッケー、正岡式。The fast travel line matter。ఎక్కడరా? ఓహో, ఇగో ఈ పైన ఉన్నారు. ఓ, గట్టి కుమ్ముతున్నట్టున్నారు నాగమోగాన్ని. అది చచ్చిపోతాడరా ఎక్కువ కొడితే. చిత్తురుగా ఒదొరేను ఇమను కక్కోను జెట్టు స్కి యుంజా. ముకషి చూగోకు దే ఉరగిరి మొన్ని తొరసే తొత్త పోజు జాకే.踊れによう、お似合いじゃ。でいいの、まマッソエの親分ナグモ。んて、おっちゃるばいや。なんならお前さっきスナックにおったやつじゃの。いや、キリュウ、わざわざ小川な場所までわしらおうてきたか。我ナグモのなんじゃ。おう、俺はそいつの喧嘩仲間だよ。なんで喧嘩仲間？引っ込んどるや。
切るよ。国道の世界に組み突っ込むな、バカだれ。極道だろうが何だろうが、こっちは赤ん坊を流されてるんだな。お前らには一言詫び入れてもらわねえとこっちが収まらない。ハルトガンにエルピンチェル、ウィールだけジャラレンカ。酔っとるんか、おさ。わしらに喧嘩売っとるんじゃったら、こうてやってもええがな。オッケーら。命の保証はせんど。喧嘩売ってんじゃねえ。お前らが詫びを入れりゃ許してやると言ってるだけだ。何のつもりじゃ、キリマッスー組相手にソガーな真似してただじゃすまんぞ。お前が俺の心配をするのかバカだれ。誰が我のことなんか。じゃがの我が殺されたりしたらの、キヨちゃんが泣きよる。ビルキヨにマリーラオジェスですね。やっぱりお前はいい男だ。おお、ええ加減にせんか。いつまで二人でやっとるんじゃ。おもろいおっさんじゃけ、命までは勘弁しちゃう。お前らも適当に相手したれ。チート痛い目見りゃ酔いも覚めるじゃろ。一応言うておきますがの、あんならチートただの敵とは違いますけどね。え？オッケー。だ、ちょうど。行くぞ！கட்டி கொட்டிடுற விடு. உண்டரா ஓ எகிரி எகிரி தன்னடுற விடு. ほんまにやりよった。ほいじゃが、相手は舛添組の極道が五人もおったんだ。舛添相手？わりゃ、なんちゅう男じゃ。立てるか、ナグモ。キリュウさんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。おお。
うん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。ふーん。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。わお。そんな男を黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけ。スーパル。వీడెందుకు ఇలా నవ్వుతున్నాడు? మాకేజా కంజెన్ ని వాసినో మాకేజా అంతని జత్తర కియో చాన్ తోరరేతే మో వాసి వా నత్తుకు సురు వా ఇసగియో మియో హికెరు వై అన్షిన్ షిరో ఓరు తో కనజు వా సొన్నా నగ జనే じゃけど、あんたみたいな男がそばにおったら、どうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ。わしは決めたわ。うん、エントリー。決めた？キリュウの兄貴。どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかさい。兄貴やんて。いや、おいちょっと待て。兄貴やんて、ビッグブラザーやね。わしは兄貴についていきますけ。どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんです。ね、キリの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼みます、兄貴。兄貴、頼みます。わしゃ、兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ。兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ。兄貴。ねえ。セルベン。ఓకే, అయిపోయింది ఈ చాప్టర్. సో అది గైస్, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. మీకు గనక ఇలాంటి గేమ్ ప్లే వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే అన్లాక్ గేమ్ మోడ్ అనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.